つわさん店長須藤です。今日は釣りことなちきちずごめんなさい、釣りことなちきちずごめんなさい、釣りことなちきちお話をしたいと思います。つわさん店長です。店長歴15年、そしてこの業界で35年仕事をさせてもらっております。最後まで見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。今日もですね、いつも通り3つのポイントで約5分ぐらいでお話しますので、最後までね見てくださいね。ちょっと重なっちゃいました。さあ、スリーコインズナチュラルキッチンというですね、イメージはまあお買い得、安って思うのがイメージでした。まあ100均の3倍っていうね、単純にそういうイメージだったんですけど、ちょっとね実はね最近変わってきたんで、そこを今日はねお知らせしたいと思います。まあね、あえて言うともね、ニトリやイケアとちょっとね考え方が、まあイケアとはちょっと違うけど、ニトリとかですね、ホームセンターみたいな考え方にちょっとなってきたのかなっていうふうにね実は思うんですよ。意外だと思われるかもしれませんけど、これから聞いて、最後まで聞いていただけるとその理由がわかります。一つ目、今言ったようにお買い得から納得感へというのがあります。以前はこれ300円で買えるのっていうのがいっぱいありました。今ももちろんあります。だけど今はこれ300円で買えるのっていうのはどちらかというと、旬があって流行りが過ぎたら終わってしまうもの、それがね、まあ、スリーコインズでもナチュラルキッチンでも確かに300円で売ってます。ですが、お買い得だけではなくて、お客様、つまり私たち買う側が納得できるような値段で、ある程度長く売ってるものとか、最近ね、ナチュラルキッチンもスリーコインズも出てきました。ここがね、すごいね、大事なポイントなんですね。私は器の選び方をこうやってお知らせをしてますけど、正直、スリーコインズのナチュラルキッチンの話は、まあ、100均のいろんな話はしてますけど、スリーコインズのナチュラルキッチンの話はあまりここまでしてきませんでした。むしろ、ホームセンターやニトリを押してきましたけども、今日ちょっとその考え方が改まったという内容です。納得感があるというのは、ただ安いだけではなくて、あ、なるほど、このぐらいのものがこのぐらいの質でこのぐらいのお値段で買えると、まあニトリのねキャッチフレーズでおなじみですけど、あの考え方に近いものになってきたということなんです。非常に抽象的に言ってますけども、この感覚は多分その3つの店を回っているとか見ているあなたには分かっていただけると思うんですよ。わかりますか？わからない。まあ、わかんなくてもいいんですけども。なので、まあ、IKEA や、ニトリ、それからホームセンターに行くことをお勧めしてた私ですが、まあ、種類は少ないんですけども、スリーコインズやナチュラルキッチンもなかなかお勧めになっていたなっていうふうに思います。さあ、さて、じゃあ、実際ね、どういうものが、どちらの店にあってどういうのが得意なのかって話をここから2つ目の話をしたいと思います。2つ目の話は、じゃあまずね、スリーコインズがありましょう。スリーコインズは正直言いますと、洋食器というのは外国製が多かったり流行りのものが多かったりします。まあ、一部ね白の定番のものがあるので、それはね無印と同じで結構長く扱っているものがあるんですけど、基本流行りのこうキラキラ系みたいなものは海外製が多く、まあ一定の期間が過ぎるとなくなっていくというのは、まあもちろん売り切っちゃったら終わりというのはスタイルなのでわかるんですが、そういうものがあります。ところが最近のスリーコインズというのは変わってきまして、和食器が実はおすすめです。和食器に目があります。それもまあすごい高いものじゃなくて、一般にいわゆるそのホームセンターとか
GM、 まあスーパーですね、スーパーとかに売ってるようなレベルのものが若干ずつお買い得な値段で売ってるんです。今ねちょっとここにあるのを見せます。あの売ってるものじゃないですけど、売ってるものと同等のものを見せます。このぐらいのこの使いやすい、他の動画で私がお話している6八深皿最初に買いましょうって言った、こういったものが妥当な値段で、私が主に妥当な値段で売っていると思います。まあ、ちょっとだけお安いですよ。それからこういった小丼、こういったものもちょっとちっちゃいの中国製で前やったら100均にあったりしましたけども、こういったものちゃんと中もねパッドが置いてある、こういうような、こういうようなものが例えば440円とか550円とかで売ってあります。これもですね。で、ちっちゃいお茶碗とかが300円とか400円ぐらいで売ってる。まあ、ただし、まあ、3COINS ですので、バーッと特集やって、バーッとなくなることが多いんで、出会ったらチャンスっていうふうに思っていただいた方がいいかなって思います。3COINS、もう一度言います。今は、洋食器は私的には、そんなにお勧めしません。それから、なんか韓国風食器とかあるんでね、これも中国製のものが多いんですけど、これはね若干おすすめしません。今の 3COINS は美濃焼の和食器が実はおすすめです。出てきたらバッと並びますんで、その時にお買い上げいただける、気に入ったらねお買い上げいただけるといいかなというふうに思います。3COINS の紹介でした。さあ今度はナチュラルキッチンの話もしましょう。ごめんなさい、さっき間違えてました。3COINS が2番目、ナチュラルキッチンの話をしよう。3番目です。ナチュラルキッチンはどうでしょう。和食器の流行っているものをちょっとね真似した時期があって、それを100均と300、110円と330円で売ってた時期があったんですけど、だいたいねコピーしたのが重くて厚い、ね、厚いんですよ。幅が厚いとかね、いい意味ね。重くて厚いのが多かったですね。で、それがですね、最近はなくなりました。で、和食器っぽいものが減りました。じゃあ、ナチュラルキッチンは何が最近おすすめかというと、洋食器です。こちら 3COINS で洋食器です。でも、中国製のものでも、割と薄めで軽めでデザインのいいものも出てきました、ね。中には日本製で、まあ、これは違いますよ。これと似たような、こういった、なんかひだひだひだとあるようなものの、小鉢とか、それから大きなお皿がですね、300円とか500円で買えると。これはね、いいかなって思います。あと、まっすぐの、まったいなお皿で、キュッと隅が上がったようなお皿とかですね。こういったものが案外500円ぐらいで、550円で売ってたりします。それからあと、前は100均でとか言いましたけど、ちゃんとこう凝った形のこういうココットみたいなものですね。まあ、これもそうですけど、これも今はこれはうちの店で売ってるものですけど、こういうもん同じではないですけど、こういったもののしっかりしたものが330円で売っていると。これはね本当に評価できますし、物もいいので、日本製ばっかりじゃないのがナチュラルキッチンはちょっとね、よく自分で見ないと分かんないんですけど、表記はしてあると思うので表記で確認していただきたいですけど、おすすめです。あとはナチュラルキッチンね、ちょっとしかないですけど、ガラス食器もおすすめです。これはね、昔からなんですけれども、デュラレックスとかですね、そういうも、そういうものが、相場よりやや、アイテムによっては安い値段で売ってますんで、これもいいかもしれませんね。特に、デュラレックスとかだと、夏向けのマリンカラーみたいなのが夏にたくさん出たり、秋冬になるとアンバーが出てたりする、アンバーですね、茶色っぽいのが出てたりする、レトロっぽいやつですね、が出てたりするので、それを、っていうのもまたおすすめになってます。ナチュラルキッチンは、洋食器とガラスがおすすめなんです。はい、今日の話をまとめてみましょう。昔は 3COINS やナチュラルキッチンというのは、ただお買い得感だったんですけど、最近は納得感のあるものが商品が多く並ぶようになったということ、え、これっていうよりもなるほどっていうものが多くなった。そして2つ目、 3COINS は和食器の美濃焼が出たら、これはおすすめ、私の個人的なあれですが、おすすめです。そしてナチュラルキッチンは逆に洋食器やガラスの中に光るものがあるので、調べてみるといいですよという話でした。さあ今日の話いかがだったでしょうか。面白かったよって方、興味深かったよって方、ぜひ高評価ボタンでお知らせください。そしてコメント、ご意見もお待ちしますんで、こちらに。
書いていただけると嬉しいかなというふうに思います。最後になりますがチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで器屋さん店長須藤慎一でお送りした器屋さんチャンネル、今日はここまでにしています。じゃあまたね。